はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の死守シリーズ第72弾やっていきましょう。で、今回問題10問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんの必要なところだけ、ぜひ動画の方ね、解説聞いてみてください。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃね、いつも通りレトロですけども。画面下げます。お待ちください。はっ。お、いい感じだね。よし、やっていきましょう。あ、そう。これがね、前回の71から2021年の撮影が始まってるんですけど、前回、右上、今画面映ってたね。右上に丸8って書いてあるんですよ。今回2分57秒って書いてあるんですが、これ、私、ハイチがこれをガチで解いた時にかかった時間です。いつもこの死守に関してはみんながストップウォッチ止めて、できるだけ早く正確に解けるように意識してねって話をするんですが、参考にしてください。ハイチこのぐらいで解いたから、ちょっと近づけるようにとか、抜いてやるでも構わないんですけど、そのぐらいね、早くやってほしいっていうのが伝わればいいなと思って、いつも書いておりますので、ちょっと、少し意識してくれると嬉しいです。では、まず1番ね、参りましょう。2-6 ですね。これはプラス2とマイナス6をくっつける。一応スペースあるから、書くと、プラス2っていうのと、マイナス6。これを足し算してますよって意味で、マイナスのが大きいから、マイナス4と。こんな感じね。で、次ですね。これは結構珍しくて、これね。ちょっとこれ、あれだ。吹き出し書いとこう。大事になるから。後で足しますね。実際、公立高校の入試いっぱい解いてますけど、こっちのパターンの方が多いと思います。出題としては。で、ぜひ、こいつとこいつの区別が皆さんつくようにしっかり、確認しておいてください。これが引っかかる。で、今回こっちの問題に関しては、これね、これ、マイナス2の2乗。で、カッコの中に2乗が入っているのは、書けるかな？この部分にしようか。これ、2の2乗っていうのは、2が2つ分ね。2×2。だから、2が2つありますよ。それにマイナスがくっついてますけどねっていう意味になります。こう。だから実際にこのカッコの中は、マイナス 2×2 なので、マイナス4になるんです。つまり、マイナス 3× マイナス4になるから、マイナス同士でプラスになるんで、3、4、12で、これが答えになります。ただし、カッコの外に2乗が来た場合は、カッコ丸ごと2個分かけてねって意味です。いいかい？カッコ丸ごと2個分。つまり、これは、カッコマイナス2かけるカッコマイナス2となります。つまり、マイナス同士なんで4なんだよね。こいつは4です。こいつはマイナス4です。この違いはよく引っ掛けて出てくるところなので気をつけてください。何が2個分なのかなが分かればいい。カッコ丸ごと2個分なのか、2が2個分なのか。そこにマイナスがくっついてるだけですよっていうね。いいかな？で、3番でございます。分数だね。で、これは最初からイコール、例えばイコール1みたいな方程式になっていないので、分数邪魔だから全部に6かけちゃおうっていうことができません。やっちゃいけません、これは。こうなってればいいんだよ。最初からイコールが入っている方程式になってれば、全体に6をかけて分数なくしちゃうぜができるんだけど、この場合は通分です。通分。下が3。2、分母がね、3と2なので、6に通分しましょうと。なので、6分の、プラス、6分のにして、こっち、6分のにすると2をかけますよね。つまり、上にも2をかけます。だから、4a、当然ね、2の b の方にもかけるから 2b。こっちは2を6にするために3をかけているので、3をかけましょう。3a マイナス 3b と。で、くっつけます。6分の 4a と 3a が足し算でくっつくから 7a。2b とマイナス 3b くっつくからマイナス b と。で、これで終了です。これをね、聞いてる方の中で、例えば特に死守をね、いっぱいやってくださってる方は、おお、甘いな、今回の出題者って思うかもしれません。っていうのは、もうこれは王道で、ここね、プラスがマイナスのパターンの方が多分8割9割そっちで出てくる。で、それはめちゃめちゃ引っかかります。つまり、ここがマイナスになるのね。マイナス。で、ここがマイナスになった場合は、青にします。マイナスになった場合は、マイナスが、このマイナス 3a にも符号が変わるし、後ろも符号が変わるのね。で、ここでよく引っかかる。まあ、これをプラスにする代わりに符号を両方変えます。まあ、それは死守の、まあ、今後も絶対出てくるし、そのパターン。で、今までもいっぱいやってきたから、詳しくはね、言いませんけど、そういう引っ掛けもあるよっていうのは、頭の片隅に置いといてください。ではでは、じゃんじゃん行きましょう。で、次ね。まあ、分数入ってないんですが、まあ、掛け算と割り算がね、あって、項が3つあるから、自分はまあ一気に書いちゃうのもいいかなって。まあ、そこまでやんなくてもいいんだけどね。今回の問題に関しては、ここを計算して割り算するのにもすげえ簡単なんだけど、まあ、自分結構こうやって一気にやっちゃうパターンで、いつもやっちゃうからそれでいきますね。で、分数を長く書いておいて、こいつ、一番最初にいるやつは、これ1分のなのね、全部。1分の、1分の、1分のってなってます。もともとね。だから、1分の xy2 乗だから、当然これは上に来る。かけるこいつも1分の x2 乗だから上に来る。ただし、こいつだけは割り算なんで、掛け算に直してひっくり返すからさ、xy 下に来るんだよね。こうやって。で、こうやって一気に書いちゃって、あと約分する。x と x、y と2乗のこう消そうか。そうすると残ったのが、下は全部消えてるんだけど、y1 個と x が2個。残っているので、x2 乗 y。これで終了です。アルファベット順に書かなきゃいけないからね。yx2 乗って書くと×食らうから気をつけてください。で、次が、ルートの計算ですが、まあ、足し算と掛け算があるので、計算の順序から言うとこっちが先になります。先になるんですけど、こいつはこいつで有理化分母にね、ルート来ちゃってるから有理化しなきゃいけないので、それやっておきましょうか。有理化は、ここにあるルートを上と下両方にかけます。こうやって。かける。そうすると、下がルート3かけるルート3。ルートは同じものをかけると、ルートが外れるので3に変わります。で、そうすると、外の世界の3、外の世界の6が約分できるので、ここは2ルート3になります。有理化するとね、足す。下入ってるよね。でですね、ここ 15×5 やって75だよね。掛け算すると。ルート75。で、そこから直そうってするのはもちろん大丈夫です。いいんですけど、少しルートの中の数字がでかくなりそうな時は、それをやらない方がいいこともあります。てか、ミスが減るというか。で、どうやるかっていうと、15をこのまま分解しちゃえばいい。これさ、書き直すと、まあ、ルートの中にさ、15×5 があるんですけど、15って 3×5 ですよね。35。3515かける5ってこうなるんです。この5はこっちね。そうするとさ、ルートの中っていうのは数字が2個揃ったらね、5の2乗って2つ揃うことによって2乗っていう、これ今5の2乗になってるからさ、この2乗のアイテムを使えばルートの外に出てこれるんだよね。だから、あ、5、2個あるから出てこれんじゃん。出てきちゃえばいい。5って。ただし3は出てこれないから、あなたは残ってくださいねって。そうすればすぐ終わるから。5ルート3ってね。で、あと足し算で、ルートの中身が揃ってれば足し算できますから、外の2と5を足し算して7。で、中身は一緒。7ルート3と。これで終了となります。で、今言ったこの技は割と便利で、まあ、15と5だったらさ、75はいけるわってなると思うんだけど、じゃあ例えば例でいきましょうか。これ、入っちゃうかな。まあ、いっか。例えばね、42× 何しようかな、70とかにしようか。はい、ルート 42× ルート70をやってください。もちろん俺、もうよかったらね、ここで動画止めて一回試してみても嬉しい。で、これさ、明らかに計算するとでかくなりますよね。2940になるのかなルート。なかなかきつい。でかいから。こういう時にどうするかっていうと、分解しちゃえばいいんです。どうするかっていうと、42って、ごめんなさい、76ね。7642ですよね。だから、7×6 って書いてもいいんですけど、6も 3×2 に分解できるんで、あ、7×3×2 かーって、こうやって書いちゃうんです。で、70の方。70って 7×10 じゃないですか。だから、7×10 って書いてもいいんだけど、10がまだ5に10で5と2に分解できるから、こうなるなーって考えるんよ。そうすると、あ、7、2個揃ってる。あ、じゃあこいつら出てこれんじゃんって言って7出てくるんだよね。出てくる。ああ、2も揃ってんじゃん。じゃあ2も出てこれるねって2も出てくる。出てきた後掛け算だよ。掛け算ね。だけど、3と5は出てこれないよ。だから、ルートの中に3と5が居残りになるの。そうすれば、外の世界は7、2、14。中の世界は3、5、15って。だから14ルート15ですよって。はぁ、切れてる。バレてない。バレてないはずだ。っていう感じ。で、これはわりかしほんと便利だし、時間短縮になります。だからこの技はね、ぜひ、覚えておいてください。いいかな？計算をせずに中身を分解してルートを簡単にしていくってやつね。ではでは余談が増えると動画長くなるのでサクサクいきましょう。では次6番でございます。二次方程式解いていきましょうと。で、これ結構珍しくて、まあ、最近の傾向だと二次方程式解けなさいって言うと因数分解できないんだよね。これですわ。カッコ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 イコール0っていう。で、これにできないから、ああ、解の公式かーいってなるパターンが多いんですけど、これできるんですよ。かけてマイナス18。足してプラス7になる数字のコンビを探します。まあ、x と x は書いておきましょう。で、掛け算の方から探すんだよね。で、18ってまあ 18×1。まあ、符号ちょっと無視して。18×1、9×2、6×3 ってまあ、このコンビなわけよ。で、その中で、まあ、マイナスをどっちかにつけなきゃいけない。で、プラス7、足してプラス7にするには、プラス9とマイナス2っていう。このコンビでいけば、かけて。マイナス18だし、足して、プラス7になるから、お、OK 見つかったじゃんって。因数分解できるパターンです、これは。だから、あとは、まあ、よく、じゃあズルで言っちゃうけど、ここの数字と、ここの数字を、符号を変えたもの。つまり、プラス9を符号を変えると、マイナス9。マイナス2を符号を変えると、2となるので、答えはマイナス9と2になります。で、まあ、久々とか2021はね、まあ、2本目なのでちょっと簡単に説明する。余談増えてごめんよ。説明すると、なんでここの符号を変えればいいかっていうと、もともとは、カッコかける。これかけるね。かけれてんの。カッコかけるカッコが0になればいい。あるもの2つをかけて0になるためには、どっちかが0になればいいよね。掛け算の答えが0にするためには。つまり、この左側のカッコか、右側のカッコが0になればいいよ。左側のカッコって、x プラス9イコール0ですよね。で、これさ、プラス9こっちに持ってくれば、マイナス9じゃない。で、右のカッコは x マイナス2。これが0になったら嬉しいな。持ってくれば、プラス2じゃない。だから、こういう風になってるっていう。いいかな？まあ、そこもぜひ覚えておいてください。引っ掛けはあるから、一応。たまにここに2とかくっつくからね。2x って。そうすると、ここが 2x プラス9がイコール0を解かないと、正解導けなくなるから、引っ掛けもあるんだけど、一応今回はこの説明だけにさせてください。で、次は A が、ルート5マイナス3の時にこいつを計算しなさいと。で、これはね、この状態で A のとこにルート5マイナス3をぶち込んで、力技でもいいです。もしやり方がスマートなやつ思いつかなかったらそれでもいい。得点取れるから。1点でも多く取ろうっていうのはすごく大事。だけれども、このパターンに関しては基本的に因数分解できるようになってる、こいつが。今回は、これ a-3 の2乗なんだよね。a-3 これ、公式使うとこうなると。で、こうしてから入れると、OK って。あ、待って。なんか俺、式間違ってる？あー、はい。すいません。こうですね。問題が、俺が書き間違った。最初の合ってるから大丈夫です。ごめん。で、これで入れるとですね、A のとこに入れると、ルート5プラス3で、マイナス3がいて、2乗になるんですけど、消えるんだよね。プラス3とマイナス3が都合よく。だから、ルート5の2乗になります。で、何度も言うけど、ルートは2乗したら、ルートが消える。だから、中身の5が出てきて、ちゃんちゃんっていう。こっちの方が計算ミスが減ります。そして早い。いいかな？だからこのタイプの問題は基本的に因数分解をしてから入れると楽ができるようになってるから。ね、覚えてください。で、次がですね、500円、100円、50円がありますと、1枚ずつね、それをパンってやって、表が出たやつをちょっと確認していくと。で、まず、ちょっと問題詳しいことを説明する前に、硬貨が3枚、まあ、コインでもいいですわ。3枚ありますと。その時確率の分母。これがいくつになるかは、必ず覚えてください。分母は 2×2×2 なので8になります。1枚のコイン、1枚の硬貨は表と裏しかないから2通りしかないですね。それを3枚投げてるから 2×2×2 なんです。これは絶対覚えてください。で、この硬貨に関しては樹形図が決定してます。決まってる。で、どうやるかっていうと、で、よくね、効果って表と裏があるじゃんか。だから、表の音を裏のうって書く人がいます。で、それはいい。まあ、ひらがなでも別にいいんだけど、漢字の子は絶対やめた方がいい。たまにいる表と裏って漢字をきっちり書いて樹形図書く子。これ、画数が特に裏が多いんで時間取られるからね。やめときな。で、基本的におすすめしてるのは丸×。表を丸にして、はい、1枚目が丸です。で、枝が2本ずつ生えてきます。だって丸と×しかないから。2枚目。で、3枚目の丸、×。3枚目の丸、×。そして、裏スタート。×スタートも丸、×。丸、×。丸、×。これだけです、樹形図。で、見方としては、1枚目の話、2枚目の話、3枚目の話と考えてください。で、今回500円玉、100円玉、50円玉と言っているので、まあ、自分はよくね、左からこれが500円の話、こいつが100円の話、こいつが50円の話って考えていきます。で、こういう樹形図を書いたら一番右に出た枝の数を数えると、1、2、3、4、5、6、7、8。だから8通りなんだよ。全部でね。で、その中で、表になった、合計金額、表になった硬貨の合計金額が500円以下のところ。以下のところです。が、どこですか？何通り？まあ、それ確率出しなさいっていう話。で、これはですね、まず、500円玉が表じゃなくて裏出てたらさ、絶対500円以下になるじゃん。ここだって500円もらえなかったから。だから、ここの下の樹形図は全部入りますよね。で、気をつけなきゃいけないのが、あと1箇所。ここが入ります。ここは500円、0円、0円ゾーンなんで、合計500円です。で、ポイントなのは、今回500円以下っていうこの言葉。以下。以上。この「い」って漢字がマークです。以下、以上。これはその数字が入ります。含んでるからね。だから500円も OK になります。で、細かいとこなんですけど、ほにゃららより大きい、小さい、未満。これは入りません。だから今回の問題が500円より小さいところとか、500円未満と言われてたら、これが入らないんです、今回。いい。その区別は覚えておいてください。では話を戻すと全部で8で該当するのが5個あるので確率としては青か。8分の5。で、これ約分できないからね。これで終了となります。さあ、あと2問いきましょう。これ図形が並びますね。で、9番に関しては先に言っておきます。これ今、夏休みの末に投稿しているので、まだやってない方もいると思うんですが、これ三平方の定理っていうのが必要です。中3で最後かな。の単元になるんですが、まだやってないからいいや、じゃなくて、三平方は今回動画のリンクにね、自分の三平方の定理の授業動画載せとくので、それを一本でいいから見てください。絶対わかるから、すぐ使えるようになるから。で、三平方の定理はもう必須なんよ。まあ、去年とかは休校の関係があったからさ、三平方の定理受験から外しますよっていう地域もあったから、わちゃわちゃしちゃったんだけど、まあ、もしかしたら今年もそうなるかもしれん。知れんけど、三平方はいろんな問題で使うから、先に知っておかないと過去問やるときにも困っちゃうんだよね。で、そんな難しくない。三平方に関しては。だからぜひぜひ見てください。楽できるから後で。お願いします。で、ちょっと話戻しますね。で、あれ、展開図なんですが、もともとは円錐です。円錐書いておきましょう。円錐なので、底面が円になってて、錐だから、こう尖ってるやつ。こうですね。これを開いたものです。で、ポイントなのは、こいつの体積求めたいんですけど、ポイントなのは、この5と3がどこなのかがわかるかどうか。まあ、3はいいよね。これは下の円の半径。ここだから3でしょうと。5はどこだ。で、これがわかるかどうか。これ、ここね。母線と言われるところ。ここが5です。で、ここでポイントになるのが、円錐の、ほにゃらら錐でいいね。の体積の求め方っていうのは、底面積。底面積かける、高さかける3分の1です。だから底面積はさ、半径かける、円だからね。半径かける半径かけるπなんで、底面積は 9π ってもうわかるんですよ。で、あとはここの高さね。で、かける、ほにゃらら水。尖ってるやつは体積3分の1かけなきゃいけないから、忘れずにね。で、これだと求められる。じゃあ、あの高さどうすっかなっていう時に、三平方の定理が必要になります。で、どうやって使うかっていうと、まあ、さっきも言ったようにね、まだ習ってない方はそっちの動画見てください。こう、サクッと説明しちゃうから。ここに、今、直角三角形ができます。直角三角形ね。で、ここ高さじゃ欲しいから X って置いておきましょう。三平方の定理の使い方は、これの滑り台の部分、斜辺と言われる、まあ、斜めだから5だよね。斜辺の2乗イコール、残ったものを2乗で足します。サザンが9足す X の2乗って。これだけです、三平方の定理。もちろんもっとマニアックなのもありますけど、ひとまずこれが使えるだけで十分です。いい？斜辺の2乗イコール、残った辺を2乗して足せばいい。で、そうすると、これちょっと上いくよ。まとめると x2 乗イコール16です。2乗を取る代わりに右側にプラスマイナスルートがつきます。ルート16は4と一緒です。だから、プラスマイナス4って書くのが本当は正式です。ただ、長さにマイナスはありえないので、今はプラスだけでいいよね。つまり、高さが4ってことが分かりました。ここの4ね、欲しかった情報です。で、あとはもう計算するだけ。9と3分の1、約分できるから、答えは 12π。で、今回単位入ってたっけ？あ、センチメートル入ってるね。じゃあ一応体積なんで、立方センチメートルと、右側入ってますか？入ってました。これで終了です。で、もちろん慣れてくればね、これ有名な直角三角形で、もう5対4対3って決まってるから、あ、5と3、あ、じゃあ4じゃんって多分気づけるようになるから。なるけど、今はいいの。習ってない方はまず使えることのが大事。いいかな？ではでは、ラスト行きましょう。で、これも有名なね、平行線が引いてありますと。なんで内側で折れるんですかって話ですよ。この問題。で、この解き方はいろんなパターンがあるんですが、私、錯角の Z を使うのが大好き人間なので、真ん中に補助線を引く人です。で、これは、この解き方じゃなきゃダメってわけではないので、他の手もいいからね。いい。ただ、こういうのもあるよってのは覚えてください。で、こうすると、例えばここです。ここに Z が発生します。で、Z、錯角の Z って自分が呼んでますけど、Z の尖ってる角度は同じになるんです。錯角だった、平行線だったらね。なので、今これ150だから、ここお隣さんは180から150引いて30ですよね。つまり、こことここは30。角度が。で、上は、赤にしようか。錯角の逆 Z が作れます。逆 Z。ここも尖ったところの角度は一緒です。で、140のお隣さんだから、ここも、ここも40度ってわかる。つまり、出したかった X は40と30を足せばいいから、一応書こうか。40足す30なので、角度は70度と。これで終了となります。もちろんね、こっちに補助線伸ばして角度集めるとかでも全然できるんですけど、まあ一応ね、このやり方も覚えてほしいということで、あと俺が好きっていうことでね、これで今回説明させていただきました。はい、ということで、今回もね、10問やらせていただきました。まあいつも言うけれども、全部が全部ね、確認する必要はありません。みんなが最初に解いて楽勝だった問題を何度も繰り返す必要はないからね。ただ、もし今回、じゃあ9番と、じゃあ7番だけちょっとミスったとか、やり方がややこしかったなって確認しなきゃなと思うものがあったら、それメモっておくといいです。みんなはたくさんの勉強してます。いろんな勉強してるから、メモっておかないと何を復習するべきだったかがわかんなくなる。そして、今回、まあ、ちょっとヒントありでできたとか、怪しかったけどできたっていう問題は次も怪しいよ。確認しないと。次の時には自信満々で、もう楽勝だし、できるよってなるためには、やっぱり反復が必要。だからしっかりメモっておいて、まあ、明日とか3日後とか1週間後にもう一回ね、動画来てもらって、その問題だけでいいから、7番と9番だけでいいから確認してもらって、皆さんが確実な力をつけていってもらえることを願っておりますので、ぜひね、そんな感じで使ってみてください。では、今回はね、高校受験対策のシリーズ第72弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。